السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله. 本当にすべての称賛はアラーにあれ。نحمده. 我々は彼を称賛し、ونستعينه. また彼に導きを請い、ونستغفره. また彼に許しを請います。ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.また我々の中に潜む悪からのご加護を、わみんさいえてあめりね、また我々の悪い言動からのご加護をアラーに求めます。今日は預言者ムハンマド・サララーアレイヒ・ワサラマが直接アラーのお言葉を伝えるハディースであるハディース・クドシーの一つを読みました。アブ・ザブはアラーが次のように命じたお言葉を預言者から聞いたと伝えている。我がしもべよ、我は自らに虐待を禁じた。そして何じらは互いに虐待し合ってはならない。我がしもべよ、何じらにもそれを禁じられたものとした。故に何じらすべては我が導いたものを除いて道に迷っている。故にまず我が導きを求めよ。そうすれば何じらを導いてやろう。我がしもべよ、何じらすべては我が養ったものを除いて飢えておる。故にまず我に食べ物を求めよ。そうすれば何じらに食べ物を与えてやろう。我がしもべよ、何じらすべては我が衣服を着せたものを除いてすっぱだから。故にまず我に衣服を求めよ。そうすれば何じらにもそれを着せてやろう。我がしもべよ、本当に何じらは夜に昼に間違いを犯し続けている。我はその罪をすべて許すであろう。故にまず我に許しを求めよ。そうすれば何じらを許してやろう。我がしもべよ、本当に何じらはどんなに我を傷つけようとしても傷つけることはできない。またどんなには我に益になろうとしても我を益することはできない。我がしもべよ、たとえ何じらの最初のものであっても最後のものであっても、また人類であったにせよ人であったにせよ、また彼らが皆何じらの中で最も信仰深い心を持った一人と同じであったとしても、我の力に何ほどのものも加えることはできない。我がしもべよ、たとえ何じらの最初のものであっても最後のものであっても、また人類のすべてであったにせよ人のすべてであったにせよ、また彼らが等しく何じらの中で最も不埒な心を持ったものと同じでも、我の力に全く及ばない。我がしもべよ、たとえ何じらの最初のものであったにせよ最後のものであったにせよ、また人類のすべてであったとしても人のすべてであったとしても、また彼らが同じ地平に立って我に物を請うたとしても、我にはすべての人にそれぞれの求めるものを与えよう。たとえそうしたとしても我が所有するものは減ずることはない。それを例えてみれば海に一本の針を落としたとして変化にも及ばない。我がしもべたちよ、それらは我が何時らのために数え上げ、それから報酬を与えんたがための何時らの諸行為である。故に良き結果をそこに見つけた者はアンラーに感謝しなさい。しかしそれ以外のものを見つけた者は自分以外のものを責めることなかれ。以上がハディースでした。このハディース・クドシーはアラーの限りない力についてと、私たちのその全能である主との関係についての根本的なところを明らかにします。私たちが持っている全てのものはアラーからの恩恵であり、アラーが望まない限り私たちは食べるものも着るものも暮らすところも何もなく、また安心や希望といった精神的な面に関してもアラーから授かっているものです。そして生きることに必要な物質的なものも精神的なものも、足りないものがあればそれを与えてくださるのはアッラーのみであり、彼にこそそれを求めるべきです。このように私たちの存在自体はアッラーの力と慈悲によって可能ですが、私たちはアッラーに対して全く無力であることも挙げられています。私たちはあくまでも創造物であり、私たちが何をしようと全ての創造主であるアッラーに対して何の足しになることもできませんし、また何の害も与えることもできないです。故に私たちの行いは全て私たち自身のためになるか、私たち自身に害を与えるかとしかないです。
すなわち良い行いをした者はアラに感謝し、悪い行いをした者は自分だけを責めることしかできないです。アラよ、私たちに有益な知識と知恵とそれに基づいた行いをできる力をくださいませ。アーミン。